兄さん、これからどうするの？そうだな。あ、アスベル！げ、セリアだ。アスベル、なんで私のこと置いてっちゃうのよ。兄さんどうしよう、シェリア怒ってるよ。逃げよう。こら、逃げるな。今行くからそこにいて、動いちゃダメよ。おい、大丈夫か？だからだよ。あなたたち、あそこへ行ったんでしょう。あそこって？とぼけないで。裏山にある一年中花の咲いている場所よ。行くときは私も一緒に行って、あれほど約束したのに。だってお前を連れて行ったら絶対疲れて歩けなくなるだろ。そうなったら、どうせ俺がおんぶすることになるんだ。それで怒るんだよね。おんぶされるなんて嫌って。それはアスベルのおんぶが下手だから。言わんこっちゃない。ほら、おぶってやるから。下手かもしれないけど我慢しろよな。一人で歩けるってば。あれ、そういえばあの子は？あの子？あ、まだあんなところに。ヒューバート、連れてきてくれ。うん。お前、なんでこっちに来ないんだ？動くなって聞こえた。ねえ、この子、誰？花の咲いている場所にいたんで連れてきたのさ。何よそれ。私よりもちょっと年上かしら。もしかしてこういう子がアスベルの好み？シェリア、そんなに睨むなよ。女同士仲良くしてやってくれ。ところでアスベル、さっきから手に持ってるのは何？え？わあ、綺麗なお花。もしかしてこれ、私にくれるつもりで取ってきたとか？いや、それは。そういうことにしておこうよ。シェリアの機嫌も治るし。まあそんなところかな。アスベルったら。いいわ、この花に免じて今回のことは特別に許してあげる。これクロソフィーの花ね。こんな季節に咲いているなんて、やっぱりあの話は本当だったのね。ああ、いろんな花がどっさり咲いてたぞ。へえ。シェリアってば、兄さんに花をもらってよほど嬉しいんだね。嬉しい。え、あなたもくれるの？ありがとう。あなた、いい人なのね。嬉しい。ねえ、あなたの名前は？どこから来たの？それ、俺たちもさっき聞いたんだけど。この子、記憶喪失みたいなんだ。何よそれ、大変じゃない。町へ連れてくれば何かわかるかもって思ったんだ。ねえ君、町の様子を見て何か思い出すことはある？
メか。いろいろな人に話を聞いた方がいいかな。私のおじいちゃんに聞くのが一番いいと思うわ。町の人のことだったら大抵知ってるはずだから。うん、そうだな。フレデリックに聞いてみよう。よし、じゃあ俺の家に行こう。